ポート加工とは、シリンダーヘッドの吸気および排気ポートの形状を何らかの方法で変更し、シリンダーヘッドに流れる混合儀と排気ガスの流れを流体力学的観点からの改善を図る作業である。一般的には、ポート研磨の作業がこれに該当するが、シリンダーヘッドの流用や、社外品への交換によるものや、鋳造などで新たな形状のポートを作り出すことも、 抗議の意味でのポート加工に含まれる。ポート加工は通常のエンジンでカタログ通りのスペックを維持する上ではまず不要な作業であるがチューニングの過程でそのエンジンの出力の限界を目指す際には避けては通れない作業でもある。モータースポーツで極限のハイパワーを目指す場合、極端に低回転域のトルクを強くしたような特定の用途に適合するように エンジンの出力特性を変更したい場合、あるいは市販状態のシリンダーヘッドではこれ以上のパワー増大が見込めない場合などに様々な手法でポート加工は行われる。ポート加工をすることでガス流動を向上させエンジンをパワーアップすることができる。エンジンをポンプだと仮定した場合、そこに混合器が行って排気ガスが排出される。問題は ガスの流れがエンジン内のチューブに制限されることである。しかしポート加工することにより液体、気体、燃料がより多くエンジンに送られパワーが増す。しかし大きくしすぎるとシリンダーヘッドが損傷してしまうので注意が必要である。旧配置ポートとその周辺部の名称。ポート研磨はこの図の色の濃い部分とバルブガイドを削って内部を平滑かつ ベンチュリ効果を最大限発揮するように仕上げることが基本となる。ポート研磨は、旧排気ポートを何らかの方法で削り、混合技や排気ガスの流入、流出特性の改善を図る作業であり、ポート加工では最も基本的な作業とも言える。工技の意味では、シリンダーヘッドを製造する際の芋の製造過程で、生じる大小のバリを単純に削り落とすだけの作業から、ポート全体を 拡大加工する作業まで含まれるが、一般的にはポート内部の段付きを修正加工する作業がこれに該当する。旧配儀ポート内にはポペットバルブのバルブガイドが挿入されており、時にはバルブガイド周辺に大きな段が形成されている場合がある。これはバルブガイド周辺部の機械的強度を確保するためのやむを得ない措置であるが、 極限のハイパワーを目指す場合には、バルブガイドやシリンダーヘッドの強度が低下することを覚悟した上で、この部分を削り込み、ポートの形状をバルブガイドがないことを前提にした本来の形状に仕上げ直す。場合によってはより強度の高い材質で新規に製作した短いバルブガイドに打ち替え直して、ガイドの長さが減った分の強度を稼ぐ場合もある。また、 ストリートユースなどある程度バルブガイドの強度を残して置きたい場合には一旦バルブガイドを抜いてから段付きを修正し再度バルブガイドを打ち直してガイドそのものには手をつけない場合もある吸気ポートの内部表面はインテークマニホールド同様に吸入空気が送流とならないようにあえて荒く仕上げられていることが多いこれは乱流を引き起こして燃料の切り替えを促進させ 燃焼効率を高めるための措置であるため、モータースポーツなど極限の高性能を目指す用途を除いては、表面加工などの仕上げは行わないのが普通である。逆に、排気ポートの場合には、吸気のように乱流の形成を考慮する必要がないことと、カーボンの堆積をできるだけ避け、付着したカーボンの剥離を促進させる意味で、吸気ポートに比べて表面が平滑に製作されることが多い。 吸気ポートと比較して、平なめ仕上げによるデメリットが少ないため、ストリートユースでも表面加工が行われる場合がある。表面加工の壁面がなぜ流速にほとんど影響を及ぼさないかを示す流体力学のグラフ。表面がいかに滑らかであろうとも、壁面境界における流体速度は結局ゼロになることがわかる。なお、後日のポートの再構築の項で登場する。 エアフロー試験の結果によると、表面加工を施したポートと元の荒らし上げのポートの間には流速の変化は1%程度しか現れないという。これは流体力学の見地から説明可能な事項である。流体力学では、管内を通る流体の速度は管の中央ほど速く壁面に近づくに従って次第に速度が低下していく。そして、 分子レベルまで壁面と流体が接近すると最終的には壁面直前では機体の速度はほぼゼロになる。このため壁面からの突起が管の中央付近まで突き出ているような事例でもない限りは壁面の仕上げが管内の流体の流速に与える影響はごくわずかである。極限の高回転域しか使わないモータースポーツ用途においてはこの1%は 無視できない要素であるために、表面加工が行われるが、低速域を多用する、ストリートユースやごく普通の街乗りでは1%の違いのために、ポート内部に挿流が発生し、混合技の燃料が再度液体化して、空燃費が狂い、低回転域のトルクが悪化するリスクはおかせないために、現在でも、吸気ポートは、あえて荒らし上げのままにされるのである。ポートの形状そのものは、 流体力学が深く理解された近年のエンジンでは、そのエンジンのカタログ出力特性に最適な形状で製作されているため、ポート内部の段付きを除去する以外に手を加えるところは少ないが、流体力学的な設計が現在ほど考慮されていない時代に製作された旧車のエンジンをボアアップやビッグバルブなどを用いて高度にメカチューンする場合、あるいは 自然吸気エンジンに下吸気を取り付ける場合と、カタログ出力特性から大きく、特性を変更したい場合には、ポート自体の小道を拡大する作業を行う場合もある。この場合は、ポートの段付き修正よりも、さらに難易度が高く、場合によっては、不適切な拡大で、ポートのベンチュリ効果がなくなってしまうなどで、出力特性が極端に変化して、 扱いにくいエンジンになってしまったり、拡大加工の過程で、ウォータージャケットなどに穴を貫通させてしまい、そのシリンダーヘッドが使い物にならなくなってしまう、危険性もはらんでいる。ポートの拡大加工を行う場合の一般論としては、拡大する箇所は、インテークマニホールドのランナーが接続される箇所を、支点に、ポペットバルブに向かって、テーパー状に小道を絞り込んでいくようにすることが、基本となる。 これは、ポート自体に、ベンチュリ効果を持たせるために必要になることである。また、バルブの出口付近には、スロートと呼ばれる、バルブより、数ミリメートル程度径を絞る部分を必ず設ける、ことも、必要となる。ビッグバルブを組む場合には、このスロートの小道の決定が、極めて重要な要素となる。ターンフロー式、シリンダーヘッドのエンジンにおいては、 隣接するシリンダー同士の9排2ポートの核壁を取り去るように拡大加工し、巨大な9排気ポートを2つのシリンダーで共有するサイアビーズポートと呼ばれる構造を採用する場合もある。純正シリンダーヘッドのポート形状が多少の研磨程度では改善の余地が少なく、なおかつ拡大加工や後実のポート再構築といった大掛かりな改造を施す費用や手間が取れない。 場合などに、シリンダーヘッドを、丸ごと他の車種やグレードのもの、あるいは社外品のシリンダーヘッドに交換して対処する場合がある。場合によっては、カムシャフトなどを、元のシリンダーヘッドのものと交換する手間などがかかるが、自然吸気エンジンを下吸気使用とする場合や、日産、L 型エンジンのように2リットルエンジンをベースに3リットル超えの、大きなボアアップを施す場合などに事前に、 そのエンジンのターボ仕様や、ボアアップ後の排気量に近い仕様で販売されていたエンジンのヘッドを流用することで、流用対象のエンジンのカタログ出力特性に合わせて作られた9排気ポートや9排気バルブ燃焼室を容易に手に入れることができるというメリットがある。社外品のシリンダーヘッドを購入するという手段は、モータースポーツの世界ではポピュラーな手段であり、古くは日産。 L 型エンジン用の DOHC クロスフロー燃焼室の LZ ヘッドなどが存在した。トヨタは長年自社製のエンジンブロックにヤマハ発動機製のシリンダーヘッドを組み合わせてスポーティエンジンに仕上げる手法を行っている。市場に出回っている社外品ヘッドをオーナー自身が購入しての改造は主に アメリカ社やオーストラリア社のオフの V 型8、気筒エンジン等で行われており、エーデルブロック社のような専門メーカーも存在する。日本においては、ホンダモンキー等の横型エンジンを手掛けるキタコや、SP ムカは、キジマがボアアップ使用専用ヘッドや、DOHC ヘッドなどの製造販売を手掛けており、最も身近な社外品ヘッドの事例ともなっている。 極めて高度な技術や大規模な加工施設が必要とされる作業であるが元のシリンダーヘッドのポートを一度アルゴン溶接などで埋めてしまいエアフロー試験などで流量などを慎重に検討した新しい形状のポートを NC フライス板やグラインダーなどで再度開け直すポート再構築の手法が存在する主に社外品ヘッドがまだ存在しなかった時代の海外の ホーミュラカーレース用のスペシャルエンジンに用いられていた手法であり、一般の市販車のチューニングではこれほど手間と費用がかかる改造を施す例は稀である。なお、今日の自動車メーカーでは、こうしたエアフロー試験を重ねた結果をもとに純正ポートの形状を決定していることは言うまでもない。2ストロークエンジンの場合は、 シリンダー内壁のポートの位置や形状によりエンジンの出力特性が大きく左右されるため2ストロークエンジンのポート加工は4ストロークエンジンのポート加工で述べられたすべての課題に加えて次の事項について個別に検討を行わねばならない2ストロークエンジンにおいては蒸気の通り機械的なポート加工には熱対策やピストンシリンダーの耐久性確保の面での課題や 難問が多いことから、各エンジンメーカーは特に排気ポートにおいて、可動式の排気ポートによって、回転数に応じて、排気特性を変化させる機構を開発した。これによりシリンダーの耐久性を損なうことなく、回転域の全域で良好な出力特性を確保し、パワーバンドを可変させることにも成功した。一般にはこれらの機構は排気デバイスと呼ばれ、代表的なものとして、 ヤマハ発動機のユープブスや川崎重工業のキップス、スズキの E トック、ホンダ技研工業の RC バルブなどが挙げられ、各メーカーの2ストロークエンジン車が廃盤となる直前まで採用され続けた。近年の草刈り機やチェーンソー向けの小型汎用2ストロークエンジンでは、特殊な形状の排気ポートを用いることで、エンジン始動時のクランキングなどの低速回転時にのみ、 デコンプレッション効果を発揮する排気でコンプと呼ばれる構造が広く採用されている。ロータリーエンジンの場合もニストロークエンジン同様、ハウジング内でのポートの位置や形状によりエンジンの出力特性が大きく左右されるため、場合によっては元のハウジングのポートを一度埋めてしまったり、無加工の新品ハウジングに新たにポートを開け直して、出力特性の改善を図ることになる。例えば、 ポート加工の検知から見ると、ポート内部に突き出たバルブガイドやバルブステムがこれに相当する。そのため、極限の仕様では、鏡面加工と合わせてバルブガイドの短縮化が行われるのである。下級機を早期に用いるユニフロー送気、ディーゼルエンジンを除く。排気専用の図上弁を持つユニフロー送気、ディーゼルエンジンを除く。排気専用の図上弁を持つユニフロー送気。 ディーゼルエンジンを除く。排気専用の頭上弁を持つユニフロー装置。ディーゼルエンジンを除く。単1時間あたりに吸入、排出できるガスの総量がこれで決定される。ありがとうございます。